目つき。勝負をしよう。必要ない。俺には必要なんだ。君と直接対決をしてどうしても決着をつけたい。決着？一体何のだ。君の背中を追い続ける価値があるのかどうかを俺に確かめさせてくれ。行くぞ。目つけ。ふっ。まだだ。まだ負けてない。もう決着はついた。ついてない。俺は。おいおいおい、やめろ。俺だって春目が覚めたか。おい、目どうした。おい、春、眼帯がない。春、おい、落ち着け。ほら、ほら、眼帯ならここにある。じゃあ来い。大丈夫か。目が見えないのか。見せろ。大丈夫だ。目に傷はない。安子さん、視界は戻ってくる。安心しろ、春。はじめが優しい。お前が無茶をするからだろう。そうかな。ああ、この目を失った時だってそうだった。お前は第二位と適合しているのに、黒とも無理やり適合しようとした。許容量を超えて死にかけたんだよね。それを君が助けてくれた。違う、俺は願っただけだ。実際に助けたのは黒だ。黒がお前の一部と同化して崩壊を食い止めてくれた。そうだ、玄武には感謝してるよ。この命は彼がくれた命。新しい目も彼のもの。俺はあの日一部だけ第一位、玄武と同じ存在になった。ああ、だからかな。え？俺ね、君がとても大切でたまらないんだよ。そして君が君を大切にしていないとすごく腹が立つ。お前は俺を嫌っていると思ってたかな。なんでそう思うの。お前は何？気になる？言って。分かりづらいのに重いやつだなと。
なんで嬉しそうなんだ。はじめが俺への理解を深めてくれた。それに面倒くさそうだ。否定はしない。春、俺はほんの数瞬、気を失っているお前が見てる幻だ。知ってる。目が覚めたらいなくなっちゃうんだろ。やっぱり初めは冷たいね。だが本物の心だ。本物のムツキはじめの心の一部だ。本当？ああ。お前の心はちゃんと受け取った。俺の心もお前に残す。だからしゃっきりしろ、ハル。こんなところで寝てんなよ、ハル。